長座は、北桂八甲などで、朝夕二度行われる法へのうち、朝に行う度胸や、説教のこと、蝶化ということもある。それに対し、夕方行われる法へのことを、夕座、または、晩歌という。長座とは、古代日本の蝶道において、天皇の進化や官人に設けられていた席、に、より転じて、長道、朝廷、本校では、に、について詳述する。 長座は、天皇が調整を行い、初心を謁見する場であり、また、その場における進化の定められた席次のことを言う。長座は、長堂内に設けられ、官人たちは監視ごとに着座する長動とその中での席次が定められていた。十二調堂の並ぶ平安系長堂院調整や、調議の場である長堂には、親王、大上官、八将及びその官下の監視、 壇上台などの長官以下姿勢以上の官人が着座する長座と呼称される席を持っていた。長道の電車は818年の改称以前は式部省の官人が着座する式部伝のように着座の監視名で呼称された。演技式完成967年志向によれば諸子の5以上の官人はう天のため朝庭がぬかるんでいる日やせ一日。 下月から木更木にかけての寒冷な時期を除き、基本的には毎朝、自らの両家の官人を率いて、長道院において政務に当たることとなっていた。官人たちは、長道の朝座に着くと監視ごとに、日常の政務を処理したが、これを常世と言った。弁官による決裁を必要とするときには、弁官のもとへ行って報告した。これは、申請と言った。 大臣に直接上進する場合は、その旨を弁官と激に告げることとなっていた。また、左右大臣が長座に着くと、諸子による猿生と弁官による弁官猿生がなされた。官人たちは、長座において、調整を行った後は、長道院外の増子に赴いて、増子生を行うこととなっていたが、幸運の日や国刊日など調動での執務が停止された場合には、 増子に直接向かって、そこで書生に当たったものと考えられる。なお、遅刻して、長座で執務しなかった者には、昇にへの基礎的な条件となるべき上尾が原則として与えられず、増子勤めとなった。なお、すべての官司の官人が長道内に長座を持っていたわけではなく、皇太子の火星を司る、東宮某及びその官家の官司は、長座を持たないことが、 当然視されていた。また、人技官官下の監視や、八消費官の監視にも長座を持たない監視が多く、特に 5F などの武官はいずれも長座を持たなかった。その一方で、口実するように、長座を持つには、一見なじまない新能には、長座が与えられていた。このように、人技官や武官が長座を持たないことは、日本における、長動院の成立過程と、古代日本の歳児、 政治の分離のあり方ない主部官制度の成り立ち方と深い関連があると推測されるが、詳細な経過は資料不足のため、まだよくわかっていない。長座は、基本的には個人に対し与えられるものであり、原則として共有されることはなかった。また、腰掛けと人根が支給され、そこに着座する官人の官位によって給される腰掛け、人根の種類や作り、色彩や、 材料などが細かく規定されていた。818年、平安宮では、長道角道は、中国風の号が名付けられた。以下に、それぞれの電車に付けられた号と着座の監視を示す。東側は、北から順に、東一道から東四道まで南北方向に並び、その南側には、東西方向に二道、つまり、前面に、東五道、背面に、 東六道という配置で、全体としては逆 L 字の形で並んでいた。なお、着座の監視は演技式より再現したものである。西側も同様に、東側とは中軸に対し線対称となるよう、つまり L 字型になるよう道の電車が配置され、また、次のように着座の道が決められていた。なお、橋本義則は平安宮において、 弁官の朝座が大乗館に属する東の正福堂、福務正堂から離れた東五堂の明正堂にあることに着目しており、また、大乗大臣、左右大臣の着座する東の正福堂に対し、正面から退治する形で新能の朝座が西一堂として延べ九堂に設けられていることから、そこに後進政治における伝統との関連を指摘している。また、 809年正月11日の戦時では、犠牲官含め一般の官人は、長座につかなければ上エが与えられなかった建前であったのに対し、新納に関してはその限りではなく、遅刻しても長座上秘が与えられる旨の特例が認められている。その面では、新納の調整参加における形式化の進展が見られることも事実である。畳の中央に見えるのが、首都根、ね、急儀。 装飾十六式図符より、長座に着座した官人に支給された腰掛けは、石、または障子であった。石は、方形に四つ足付きで、座の左右には、甲欄がつき、後部に鳥居に似た形の背もたれのついた腰掛けであった。それに対し、障子は、四つ足付きの小机のような形状をしており、上面が、すのことなっており、背もたれがなかった。また、五以上のには、 漆の塗装があったが、六位以下にはなかった。首都根は、畳の上に敷いた真綿の入った座学で、その縁の色や材質について、簡易により厳しい差が設けられた。以下は、縁儀式に定められた簡易ごとに与えられた座学の一覧である。大体において、簡易の高いものに支給された首都根の縁は紅白であり、会社のそれは、恍不であった。文みおには縁そのものがなかった。 また、人根の長さ、幅、厚さは以下の通りであった。状況では、四位以下姿勢以上の官人に支給された人根の長さのみ、三位以上の人根の長さの二倍になっていることが目を引く。これは、四位以下の人根は、複数の官人に対して一枚与えられたという可能性が考えられる。六国史の第二で、七百九十七年成立の俗日本記。 後期六年上には、当時大納言であった、藤原宇オの朝座に、野狐が座っていたという記事がある。この後宇オは、日上川河継の欄に連座して失脚している。弥生については、順日の月三回、長座に着くこととなっていた。クロス P118 から119橋本 P149 から157毎月昨日に、書士が、 進むそうする前月分の百貫の勤めぶりと上火の日数などを天皇が閲覧した儀式を、告げついたちないし、失げついたちといった。ただし、804年の記録には、三議以上の犠牲官、左右大弁、八将卿、壇上院が遅刻しても調整に携わることが認められている、ハット ABCD 橋本 P120 から130、各電車の詳細内置等は、 衝動位を参照されたい。橋本 P157 から165、椅子を椅子と表記するようになったのは、鎌倉時代以降のことであり、平安時代までは、石と書き、石と読んだ。天皇が儀礼用に用いた石を、御石と言った。詳細は、ご石と剣時代を参照されたい。12から40万2540から8。ありがとうございます。